はい、それでは今日のハッピーポイントをお話しいたします。今日は児童公園で、最初にお遊児童公園ついてからお遊戯の練習をしました。で、年中さん児童公園でお遊戯の練習するのは今日が初めてだったんですけど、あの児童公園やっぱりすごい線が本当にいっぱい引いてあるので、どこの線か分かるかなってちょっと心配だったんですけど、ここの線とここの線で歩いてきてねっていう風に言ったら、もうすごいまっすぐその線通りに歩いてきてくれて、でお遊戯も上手にこう先生の真似をして上手に踊ってくれてすごく嬉しかったです。で、年少さんのお遊戯も見ていったんですね。で、年少さんポンポン持ってるねって、かわいいねって言ったら、あ、私の妹みっけとか、あと弟いたとかって言って、下の兄弟の子をよくこう見つけていて、その見つける姿もすごくかわいいなっていうふうに思いました。そして実習生のお姉さんが菊さんに今日とそれから明日も入ってくれるんですけど、朝ちょっぴり緊張している様子が見られたんですけど、子どもたちとってもそのお姉さんの声かけで、お姉さん先生の声かけでどんどんこう素が出してくれて、本当最終的にはお姉さん先生に乗っかりそうになるぐらい元気に一緒に遊んでいて、お姉さん先生にすごい素をこう出してくれて、で実習生の先生にもこう聞いたら、やっぱりこう子どもたちがすごい来てくれて嬉しかったっていうふうに言ってくれていたので、明日も菊組さん同じ先生が入るのでとても楽しみにしたいと思いました。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。